そう、サッカー日本代表の左サイドバック、伊藤なら旗手でよくね。正直伊藤なら旗手サイドバックでよくね。そう思う。スコットランドから抜け出さないと、五輪覚えてねえのか？簡単に裏取られてたろ。守備が。伊藤もダメダメだけど。だな、旗手は中盤の選手だわ。旗手のサイドバックもな。大して変わらんし、高さ対策考えたら伊藤か中山なんでしょ。旗手は久保の完全介護官。旗手がサイドバックできる扱いなら久保もサイドバックできると言ってるのと同じ。今のままでは守備の時間が多くなると思うし、旗手はないな。サイドバックは久保慎が言ってた守備職人の久保で。LSB は露骨に不満だらけなんだから勝手に結論つけずに旗手を試すべき。旗手守備強度ダメじゃん。肝心の攻撃も隠した専用なのバレたし使い道ない。伊藤使うなら3バックに可変すべき。ウルグアイ戦みたいな戦い方がしたいなら絶対旗手の方が良い。スカーの戦術で旗手を呼びもしないのは謎すぎる。森保のしたいことがマジで全然わからん。もしよければ、チャンネル登録お願いします。